I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Welcome everyone to the continuation of JoJo's Bizarre Adventures, Eyes of Heaven. Please enjoy. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。奇妙な冒険、行きたまえ。ここはストーリーモードじゃ。うん。黄金の風、2001年のイタリア。ディオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。ギャング組織パッショーネに入団した彼は、正義を貫くため組織に反旗を翻した。そして何人もの仲間を失いながらも、ギャングのボスディアボロを激しい戦いの末に打ち砕いたのだ。ここはコロッセオだな。俺はあちこちを放浪してきたからわかる。間違いねえ、ここはイタリアのコロッセオだぜ。エジプトからイタリアまで一瞬で移動したってのか。場所だけじゃねえ、時代も変わってるはずだ。おい、ジジイたちはどこだ。俺たちとは違う場所に出ちまったみたいだな。何？大勢で光の日々に入ると移動先が少しずれることがあるんだよ。とは言ってもだ、そんなに離れた場所じゃねえ。すぐ近く、そこら辺にいるはずだ。コロッセオを回って他の連中を見つけようぜ。ああそうだ、一つ言っとく。遺体は異変を鎮めるたびに共鳴しやすくなっていく。もし異変にとらわれてるやつと出くわしたら、俺がやったみてえにあんたの持ってる遺体でどんどん解放してやりな。
聖なる遺体の導きに従って行動すること、それが聖なる遺体に至る最短の道なんだぜ。やれやれだぜ。そういうことは早く言いな。あれは私たちなのね。勝ったのはついに。ブチャラティも魂は戻ったが、肉体は負傷している。コロッセオで俺たちがどうなったか、気持ちが煮立ってるはずだ。行くぞジョルノ、ブチャラティを治療して故郷に帰ろうぜ。ああ、行こう。今、行くよ。ミスター、トリッシュ、どこだ？いない。さっきまでここにいたのに。無事だったのか。あんたの魂は空に登っていったとばかり。ミスタとトリッシュは拘束させてもらった。俺のジッパーでな。そしてジョルノ、お前が死ねば何の問題もなくなる。今、ゴールドエクスペリエンスで触れて分かった。ほとばしるような生命エネルギーを感じた。理由は分からないが、別人だ。このブチャラティは今までのブチャラティではない。あのお方に届きうる能力を持つ者は消す。あのお方だって何のことだ。やれやれ。どうやら異変ってやつが今まさに発生しているようだな。誰だ。観光客か。引っ込んでろ。怪我したくなけりゃな。一般人は知らなくていい世界がある。どんな世界だ。ぜひ教えてもらいてえな。
警告はしたぜ。敵あんたもスタンド使い、しかも強い。スティッキーフィンガーズより早く殴るなんて。貴様、貴様もスタンド使いか。そのパワーとスピード、まともにやり合うのは危険だな。ここは二人に任せるとするか。二人？ブチャラティ！消えた？逃げられたか。あれは、まさか、ナランチャのエアロスミス。ナランチャ、フーゴ、あなたまで。覚悟してもらおう、ジョルノ。二人でやんのかよ、フーゴ。エアロスミスとパープルヘイズでよ。おい、おめえもスタンド使いだろ。手貸しな。あいつらを元に戻してやる。はい、わかりました。九条丈太郎だ。名前を聞いておこうか。ジョルノ・ジョバーナです。すぐ楽にしてやる、僕のウイルスで。お前ら蜂の巣だぜ。オープンだゲーム。エアロスで探知できるぞ。Yeah,
になりやがった。そこだ。ベネ地獄の地獄てめえ死にますよ。下がってベネ。エアロスミスで探知できる。戻れ。リタイア。逃げない。グレイル能力を見るお前の方だな。はっ。聞いてるみたいだぜ。それをしなに。お願いします。行くぜ。こっちだ。なかなかやるじゃねえ。あのパワーを。お前なかなかやるじゃねえか。なんてスタンドだ。圧倒的なパワーと超精密な動き、二つの特性を兼ね備えてる。強すぎる。こんな奴がいるなんて。近寄られるのはまずい。離れて体勢を立て直さなくては。待ってください、フーゴ。消えた。逃げられたか。だが一人は捕まえたぜ。ナランチャ、僕が分かりますか。俺どうしてたんだっけ。ジョータロー。どうした、何があった。異変ってやつに出くわしたところだ。これは。逃げていった二人を追跡しろってことか。
ジジイ、科教員、こいつを見ていてくれ。俺たちはこの光の中に入って逃げた奴らを追う。いいな。これでブチャラティたちを追うことができるのですか。わかりました。行きましょう。ここはネアポリス駅だ。コロッセオからネアポリス駅へ移動したのか。この場所のどこかに奴らがいるはずだ。さっさと探すぜ。お、ジョータロー、探したぜ。ポルナルフ、こんなところにいたのか。そいつは何だ。このカメか。ホームの向こうにいてよ。誰かに踏まれるんじゃねえかと思って水飲み場まで持ってきてやったんだよ。ジョータローさん、何かあったんですか。誰だ。ジョルノ・ジョバーナ。この時代での異変に巻き込まれた当事者だ。この人はどこかで見たことがあるような。紹介するぜ、ジョルノ。この男は、まさかここまで追ってくるとは。ブチャラティ、光のひびを使って追ってきたのか。お前たちも聖なる遺体を集めているのか。奴が異変か。叩きのめして遺体の光を当てればいいんだよな。接近パワー型のスタンド使いだ。気をつけろ。
任せとけ。いいだろう、やるというのなら構わん。こちらも徹底的にやらせてもらおう。徹底的にやる味方を呼んだ。味方？ポルナレフ。どうした？そんなに驚かなくてもいいじゃないか。動揺する、それは恐怖するということだぞ。お前は俺に恐怖を抱いているな。やかましい！ジョータロー、やつの相手は俺がする。僕も戦います。ブチャラティ、あんたのためにあんたを倒す。今度は逃がさん。必ず仕留めてやる。ここで息の根を止める、ジョルノ・ジョバーナ。オープンザゲーム。フジキーフィンガース。あんなバラされて地面に転がるという覚悟をな。よかろう。
ちょっぴりだけ許してくれた。黙って引っ込んでろ。ひとたまりもないはず。許さんぞ。行くぞ。シッキーフィンガーズ。そこだ。ここで引くわけには。うまいぜ。シッキーフィンガーズ。私一人で十分だ。これはまずいぜ。お願いします。何？あのパワーを。私は脱ぎすれば。おい、大丈夫か？ギリッ。何？私一人で十分だ。グレイト！クリーム！僕が引き受けます。あなたの意志は滅びはしない。このどちくそが。クリーム。うわっ、切りをつけてやる。おおおどけ。ブラブラブだ。何？うわっ、うわっ、さんま。目を覚ましてください、ブチャラティ。今度という今度こそあの世へ行きやがれ。その剣、相変わらず鋭いな。気に入ったぞ。お前を倒せば、あのお方はさぞお喜びになるだろう。またあのお方かよ。誰だそいつは。私が忠誠を誓うのはこの世でただ一人。なに？ポルナレフ、お前は私のスタンドが飲み込んで殺す。なんだと？てめえ待ちやがれ。ジョルノ・ジョバーナ、やはりお前の能力は厄介だ。
だが次はない。ブチャラティ逃げられてしまったか。おい、ひょっとして今のバニラアイスという男。ああそうだ、アブドゥルとイギーをやったクソ野郎だ。あいつも異変のせいで蘇ったってことか。火に当てて塵にしてやったのによ。待てよ、おかしいな。野郎はディオの血で吸血鬼になってたはずだ。昼間にこんな場所へ出てこられるわけがねえぞ。別人ではないでしょうか。ブチャラティ、ジッパーを使う男のことですが、理由があって彼の体には生命エネルギーがゼロの状態のはずでした。ですが先ほど戦った彼にはエネルギーが満ち溢れていた。同一人物だが別人、そうとしか考えられない。いや、そう言われてもよ。正直に言うとだ、俺たちも何が起きてるのかよく分かってね。いろいろ知ってるはずの案内人はいるが、なんというか、ちと大雑把すぎる野郎でな。あ、遺体が共鳴し始めたぜ。駅のどこかに聖なる遺体があるようだな。よし、遺体が手に入ったぜ。
聖なる遺体の部位は全部で何個だったっけ？スピードワゴンは全部で9個あると言っていたな。ふう、先は長いぜ。お、なんだ、聖なる遺体をもう見つけちまったみてえだな。来るのが遅れちまってすまねえ。コロッセオでこの二人と出会ってよ。事情を説明するのに手間取っちまったんだ。ミスター、トリッシュ。そうか、ブチャラティが離れたからジッパーの効力が消えたんですね。なあ、教えてくれ。どうしてブチャラティが俺たちを襲ってきたんだ？それに、なぜナランチェが生き返っているの？何が起きたんだ？俺、何も覚えてねえ。僕にもよくわからないんだ。でも、あなたはご存知なんですね。スピードワゴンだ。詳しい話は後でさせてもらうがよ。俺たちは聖なる遺体の部位を集めてる。そしてそれにはあんたたちの協力が。頼む、俺たちに力を貸してくれ。一つだけ確認させてください。この聖なる遺体の光を当てればブチャラティやフーゴは正気に帰る。そう考えていいのですね？ああ、そうだ。わかりました。僕たちも協力しましょう。その亀は？おっと、そうそう、こいつを見てくれ。ミスターたちに教えてもらったんだが、この亀、背中が不思議な空間につながっててよ。中が何人でも入れるくらい広い部屋になってるんだ。この亀を利用すれば光のひびで離れ離れになるってことは防げるぜ。見てろ、こうやって入るんだ。消えた！もしかしてスタンド能力か？このカメ、スタンド使いなのかよ？待ってください。あ、俺？ずっと気になっていたんです。今はっきりと分かりました。あなたの正体が。正体だと？
何のこった？あなた、亀のポルナレフさんですね。は？なんだって？そうだよな、俺もさっきからずっとそう思ってたんだよ。あんた、カメと入れ替わってたポルナレフだろ？カメと入れ替わってた？カメの時よりも若い感じがするわ。時？おい、ちょっと待て、話が見えねえな。まるで俺が亀になるみてえなこと言いやがって。あ、イタリアのジョーク。ねえ、ひょっとして言うのまずかったかしら？ここんとこ異常なことばかり起こってたんで、感覚が麻痺しちまってたがよ。冷静に考えると、亀になるって相当ショッキングなことだぜ。黙ってた方がよかったか。ジョルノ、お前が言い出しっぺだからな。お前が何とかしろよ。わかりました。すみません、気のせいでした。何でもありませんよ。丈太郎さん、亀の中に入ればいいんですね。お先に失礼します。そうそう、気のせいだったぜ。ごめんなさい。あんたはよ、亀にならないからよ。おい、待ちやがれ。説明しろ、おのれら。気になるだろうが。何かわしらにはよくわからん。ポルナレフと彼らには縁というかつながりがあるようじゃな。やれやれだぜ。家教員はもう亀の中に入っとる。さあ、光の日々で移動する。やはり聖なる遺体に導かれたか、ジョルノ・ジョバーナ。アイズ・オブ・ヘブンの世界へようこそ。Please like, share, subscribe.